こんにちは、原町接骨院久松です。今回はあなたが冬に太りやすくなる理由ということでお話ししていきます。患者様からですね、冬になるとなんか太りやすいんだよねっていうご相談を受けたことがあるんですよ。それってでも気のせいじゃなくて、ちゃんとした冬は冬で太りやすくなる理由っていうのがあるんですよ。それについてお話ししていきますね。で、4つ理由があります。1つ目はもう冬になると寒いから動かないから運動不足になる、で燃焼できなくなるっていうことが原因が1つ目。そして2つ目、季節性感情障害、冬季うつのところでもお話ししたんですけど、冬って日照時間が短くなるじゃないですか。日照時間が減少することによってセロトニンの分泌が低下してしまうんです。セロトニンっていうのは幸せホルモンと呼ばれております。そして働きはあなたの不安感を軽減したり、次が大事、食欲をコントロールしてくれる働きがあるんです。ところが日照時間が減って、セロトニンで日の光によって体内で合成されていくんですよ。だから日照時間とセロトニンが関係あるんですけども、日照時間が減ってセロトニンの分泌が低下してしまうと、結果はもう食欲をコントロールできなくなって食欲が増えてしまう、で食べ過ぎてしまうっていうのが2つ目で、3つ目は寒いと血流が悪くなるじゃないですか。血流が悪くなってしまうと、結果内臓機能が低下します。あとは基礎代謝、自分で体の熱を産生していく能力も下がっちゃいます。寒いとそうなると結果内臓機能も下がって自分で熱を産生しづらくなるので、燃焼しづらくなる、結構太りやすくなってしまうということ。それが3つ目で、4つ目なんですけども、これ人間の動物的な本能です。動物としての本能なんですけども、冬眠をする動物、クマとかっていますよね。動物の冬眠で考えていただけるとお分かりなんですけども、これ冬眠する動物って秋はたくさん食べてエネルギー取り込んで脂肪にして貯めます。冬はその溜め込んだエネルギーを消費しながら過ごしていくわけです。冬眠の通動物は人間にもそういった本能があるんですよ。ただ人間って冬食べないとか冬眠するってわけじゃないじゃないですか。冬も活動するわけじゃないですか。結果もうその名残があるので、冬でも食料があるため人間は体脂肪が高いものになってしまうんです。だから結果ね、その本能的な理由でもより、太りやすい状態になってしまうんです。じゃあどうすればいいか、まあその逆のことをしていけばいいんですけれども、しっかり動いていくこと、そしてしっかり、ね、日の光を浴びる、特に午前中ね、日光の光を浴びるといいです。そしてあとは血行悪くなったらしっかり血流を良くしていく、お風呂で入浴していたり、なので最初の方に流れますけど適度に運動していくこと。4つ目、動物的な本能はどうにもなりません。はい、もう他の3つで頑張りましょうっていうことになります。ですからあなたが冬に太るっていうのはしっかりとした正当な理由があるんですよ、ね、もう一回おさらいすると、冬になると寒くて動かない、結果運動不足になって燃焼できない、それが1つ目。そして2つ目、日照時間が減る。日照時間が減ると日光によって、体内に合成されるセロトニンの分泌が低下する。幸せホルモンのセロトニンは、不安を減らしたり食欲をコントロールしたりする働きがあるんですけども、その分泌が少なくなっちゃうから食欲が上がってしまう。そして3つ目、血行が悪くなること。血行が悪くなると結果の内臓の機能が低下したり、基礎代謝、自分で熱を産生していく能力が下がってしまうので、太りやすい体になっちゃう。で4つ目は人間の生物、動物としての本能。これね、冬眠する動物だと秋はエネルギーをたくさん食べて溜め込む、で冬に溜め込んだ分を消費するんですけれども、人間は冬でも食料を取るので結果体脂肪が高いままになってしまうということになります。じゃあもう冬太るのはどうでもならないかというと、そうでもなくて、実はですね、
あの考え方によって冬はでもダイエットしやすいんだよっていう考えもあるんですよ。次回はそのことについてお話ししていきますので、ぜひぜひ次回もお期待ください。またあのこの冬太りの問題だけでなく、あなたがもし自律神経的な不調、精神的な不調、お体の不調でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの心、体の回復のお手伝いをさせていただきます。そしてもしあなたのご自宅が遠方であった場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世で移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してエネルギーの調整を行うオンライン整体というのを私始めました。これでしたらあなたに触らずにあなたの体を整えていくことができます。もしそんな私の自律神経の整体やオンライン整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。まあ内容は同じなんですけども、1週間の配信した動画のおさらいとあなたのご質問にその場でお答えしていきます。そしてご希望の方がいらっしゃったら、その時ご覧になっている方全員で合同でエネルギーの調整を行うオンライン整体というのもやっております。1対1のオンラインの整体に比べると効果が下がりますけども、やった方からすごくよく眠れたとかね、体が楽になったとかいう声もいただいております。よろしければぜひご参加ください。参加していただけると嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。